第67回全東北ピアノコンクールの本選には予選を通過した東北出身の13歳から21歳までの男女7人が出場しました。出場者はベートーベンやショパンらの課題曲を披露しました。審査の結果、仙台三高2年の長沼楓さんが1位に輝きました。このコンクールは東北の若手ピアニストの発掘と育成を目的に行われています。本選の模様は TBC ラジオで来月17日に放送されます。